来シーズン1819のモデルを紹介しようと思います。全部一緒の板で、トラベルって自分のモデルで、トップシートが、白がベースになってて、マットホワイトなんだけど、ちょっと艶消しな感じで、センターに海スプレーアートな感じであって、ソールが海の中、ニモがいたり、モンガラいたりしてます。これが来年の自分のモデルで出ます。サイズがこのトップシートのグラフィックが違うんだけど、昼間バージョンが151で、夜が153で、夕日が155です。今まで壁ってモデルだったんだけど、それがを、モデル一新したから名前も変えてトラベルっていうモデル名にしたんだけど、それの意味っていうか、俺なりの意味は、やっぱこう、基本スノーボードで撮影とかでいろいろ動いて、それがトリップだったり、旅だから、それをイメージした時にトラベル、旅行的な感じで連れ回してるから、それでトラベルっていう名前にしました。で、自分の使い方っていうか使い分けは、一応これがストリートメインに使ってる板で、真ん中の153が、パークをメインで、155はパウダーでよく使ってる板として分けてる感じです。今までのモデルと結構変わって、アウトラインが全部変わって細くなって、普通のキャンバーそこそこ張りがある板になってます。ベーシックなスノーボードの板っぽくなってます。中身簡単に説明すると、あんま詳しく言ってもわかんないと思うし、俺もよくわかんないから、なんちゃらカーボンで、ここにウレタンの素材、スケートのウィールの素材をシートにして入れてる、こうパタパタパタっていうのを軽減する振動吸収材的なのになってて、センターがこうで、なんだっけ、蜂の巣みたいなやつ、ハニカム、ハチの巣みたいなハニカムになってます。あと言うとしたら、多分デブグルモデルの中で1位2位を争うぐらい硬いモデルに、そんな硬いモデルデブグルにないんだけど、その中でも一応1位2位を争うぐらい硬いモデルになってんじゃないかな。よく硬いねって言われるから、でもそれぐらいの方がやっぱ調子いいんで、柔らかいとね、なんかすっぽ抜け、着地の時すっぽ抜けちゃったりとか、蹴る時にすっぽ抜けちゃったりして、ちょっと難しいから、ある程度のやっぱ張りっていうのは俺の中で重要だと思ってて、調子板に出来上がってます。自分の中でこれが一番乗りやすい板になってて、今までみたいに今年までか、壁ってモデルがあるんだけど、それとはもうほんと全然違う感じの板になってて、で
張りがあるし、ソールの素材をすごいいいやつに変えたんで、走る素材、ちょっと前まではやっぱストリートが多かったっていうのもあって、ソールが傷つきにくいように硬い素材を使ってたんだけど、やっぱそれだとワックスが入らないらしくて、その代わりでもレールとかやってちょっと砂利とか擦ってもそんなに傷つかなかったから良かったんだけど、やっぱスピードも必要なアイテムとかもあるから、そういうので変えました。なんだっけ、なんていう素材だっけ、シンタード。今までなんかストリートとかやってたから柔らかい板を乗ってるイメージがあったと思うんだけど、実際あんま柔らかい板正直言ってあんま好きじゃなくて、踏める板の方が好きで、今年はほんとちゃんと張りのある板にしてもらって、パークとかあとフリーランとかがすごいしやすくなったかな。今までとアウトラインが、アウトラインってこのボードの形状形が全く違って、今まではすごいファットな太い板だったんだけど、今年来年のモデルかは細くなって、カービングターンとかもちろんいいんだけど、なんだろう、操作性がすごい今までと違って良くなったっていうのと、グラフィックは去年か、俺が沖縄行ってたりとかして、沖縄が好きなんで常夏な感じにして、ソールは海にして、全部ソールは一緒なんだけど、こんな感じで海の中をイメージして作ってもらいました。まあね、これが151って言って、一番この3枚トラベルってモデルの中で一番短い長さなんだけど、まあ今までのストリートより少しわざと長くして安定性を求めて見たモデル、まあ1センチしか変わんないんだけど、148とか150ぐらいを今まで使ってたんだけど、今年は151で、これが153、まあこれほんとパークメインとか、あとまあゲレンデ、雪降ってない時のゲレンデは基本これを乗ってて、ちょっとストリートより2センチ長いだけなんだけど、やっぱそれだけでも操作性とか少し変わってくるし、あとパークだとねスピード出すことが多いからちょっと長くしてます。ゲレンデメインだね。155はもうほんとパウダー、雪降ったらこの板に乗ってセットバックして乗ってます。雪深い時でも155、俺が乗ると短いってよく言われるんだけど、それでも意外とちゃんと機能してくれるからすげえ頼ってます。パウダーは、パウダーの時はもうほんと155で、これが153はパーク、これがストリートっていう風に俺は使い分けてます。まあこれから試乗会とかも多くなってくるんで、もしデブグルーのブースとかボード見たらぜひ乗ってもらいたいなと思います。調子悪い調子はやっぱ人それぞれあると思うんで、固くした理由もう一つ、板へたってくるから固くしました。俺よく思うんだけど、これすごい痛かったんだけど、春に試乗会って基本春が多いと思うんです。一般ユーザーの方は春って雪が柔らかいから板が硬く感じるんです。特に新しい板にみんな乗るわけだから。でも実際シーズン頭から乗ってるとへたってきた時に春になると柔らかい板になるんです。ってことはある程度その時にちょっと硬いって思う板を選んだ方が、そ
そのシーズン通して乗った時に多分ちょうどよくこう、ね、シーズン頭ってカチコチとかも多いからそういう時に乗ると柔らかいところで乗って硬いって感じた板も柔らかく感じることがあってそういうのを考えてなんかちょっとわざと硬くしてあの張りのある板にしたんだけど必ずスノーボードを正直言ったら消耗品なんでこうへたってくるからシーズンを通してずっと乗りやすい板にしたくて張りを出しました。